逆断されたんだよおばさんに。LINE 交換したんだよな。そうでしょ。いつもだったらね。いつもあったらその全然。やばいって。すごい前だよ。すごい前ですよ。すごいそうだよ。そうだよ。それで逆断されて。逆断されて。夜中だから。夜中だからもう断ったのね普通はね。普通だったら断るじゃん、うん、はい、そんなの、はい。でもなんかちょっと色気があったんじゃんおばさんだけど。そう。で交換したんだよね。うん、したらどうなったよ。で交換して、うん、すぐ連絡しないでしばらく俺もその時、ね、なんかネタがないから いつもそうだもんね、うん、ファミレスだしばらく経ってから早朝、うん、もう朝だし、うん、もういっかと思って連絡してみようと思って連絡したら通じなかったんだ、うんね、ね、うん、で通じなくてちょっと警戒してたんだけど、うん、そしたらそのうち自分のなんか何下着姿の写真とか送ってきたりタトゥーとかも入ってて色気のあるおばさんかねえなってとんでもない人に使わちゃって使ってよかったと思ってだからやばいよそんなことをする人芸能界に置けないんですよ